うむ。みんなの力。大阪。城を攻め、豊臣秀頼を討て。太平の世、今こそ気づかん。真田の兵法、今こそ披露いたす。家康公、覚悟されよ。味方本陣近くに敵兵が。豊臣は籠城策ではなかったのか。将軍の俺が撃たれれば敗北だ。皆、守りもおろそかにしてはならぬ。雪村の魂の本領は、なんと眩しいことか。ハイマー様、私は一体どうすれば。ただ前に進め。これから城攻めだというのに、あの城に放っておけば次に何をされるか。まだまだ徳川陣営をかき乱せ。いくらなんでも敵の出撃が早すぎる。近くに敵拠点があるのでは。陣直孝様より伝令、西砦が敵奇襲の拠点になっているとのこと。西砦か、早急に潰したいところだが、本陣守備の兵を割くことはできぬ。真田丸の力を恐るべし。これまでか。救援かたじけない。私は将軍様の警護に回ろう。ここぞここぞ。必死だな。西砦を落とす。敵さんも我慢できなくなったみたいね。お相手してあげるわ。開門。クリアはテンスとなったか。
敵は手薄なここを狙ってくる。少しでも引きつければあとは猫が。開門、牢獄一の美女カイが相手よ。豊臣の世は私が守る。本陣周辺の混乱は収まった。残りの敵将を打ち破るのだ。奇襲も過ぎ、味方も城内へ殺到している。よし、攻勢をかけよう。よし、家康、秀忠周辺の警備が緩くなった。今こそ忍びたちの出番。家康か秀忠か、どちらかを消そう。城も完全に包囲された。秀頼様には落ち延びていただかなくては。敗色濃厚か。だが私は引かぬ。豊臣を背負う者として。皆と共に戦い抜こう。秀頼様ならば私は家康の首を取ってまいります。雪村様、私もお供します。勇を振るう。開門、心金つく。よい。まだまだに兵を倒して、私たちの覚悟を示してみせる。雪村様、負けちゃいました。ごめんなさい。まだだ。まだ我が闘志は消えぬ。私だって。撃ち取りました。
恥ぬか。残るは豊臣秀頼のみぞ。全軍進め。皆豊臣のために散っていった。総大将として彼らの魂に応えよう。開門。ですが、私もここは引けませぬゆえ、全身全霊の力で参ります。うん。金継ぐと三成殿の元へ。